山田作之助4月22日から1995年5月20日は日本の会社役員、弁護士、裁判官、昭和セメント、肥後性資格監査役、神戸弁護士会長、最高裁判事、衆議院議員、山田木之助の三男、東京府の弁護士、山田木之助の三男、東京府立第一中学校、京都の 第三高等学校を経て1920年、東京帝国大学法学部卒業。東京、神戸各地裁判事に任じ1925年、大官開業する。神戸中山手の岐阜、高部健太郎の屋敷内で、勾配、山田法律事務所を開設しともに執務した。1960年から6年間、最高裁判所判事を務めた。在任中に、 奈良県ため池条例事件では多数意見の合憲意見に対し、条例は財産権を犯すとして反対意見を主張した。1995年5月20日、急性心不全のため、神戸海生病院で死去。趣味は運動。宗教は新宿。住所は兵庫県神戸市吹き合区熊い町。父、山田木之助作之助の長男、幸之助は、 兵庫県神戸市平野生まれ。旧正六校中学校、江南高等学校門科を鶴江を経て1945年、東京帝国大学法学部法律学科読法科に入学。弁護士資格取得後の約8年間、松本常時法律事務所で修行した。1954年4月、立教大学社会学部講師。1957年4月、 上智大学法学部講師から1961年4月、助教授。1961年10月に、妻の山田隆子弁護士の協力を得て、山田法律事務所を千代田区丸の内の東京会場をビル新館で創立した。1979年4月、第一東京弁護士会副会長。宗教は、キリスト教。幸之助は、 六甲中学時代に受診したカトリックだった。1990年3月24日、起点。妻、高子は、幸之助と、司法修習同期だった。ありがとうございます。